さーて始めるか。確認にやることがあるんじゃないのか。バカ野郎、魚介類は足が速いんだ。黙ってくれ。何か言いたいことはあるか、凌介。別に。今日の交流戦は始まったが、俺とお前の対戦がすべて。望むところだ。始めようぜ、凌介。本物のバトルってやつをな。が前に出てるぜ。意外といえば意外だったね。7001が先行で行くとはね。スタート直後に微妙な駆け引きがあったのは確かだが、2100のドライバーは何らかの意図があって後追いのポジションを選んだってことじゃないか。勝てる。こうして後ろについていると凌介のやろうとしていることが見える。俺は凌介を見切った。信じらんねえ、観客のコントロールのできる人なのに。そこまで攻めないと逃げられないんだ。阪神間で新快速をちぎれる凌介さんについていけるということは、須藤恭一も超一流ってことだ。あの凌介さんと互角のテクニックを持ってるんだ。さすがに波の走り屋じゃないぜ。綺麗にラインを乗せていく。首都圏で鍛えた俺の目で見てもお前のレコードラインは完璧だぜ、凌介。だがそれゆえに俺にはもうお前が怖くないんだ。Surprise, caught in the storm.
忘れちゃいないぜ、凌介。お前も多分よく分かっているはずだ。今日のバトルは互いの走りにかける哲学と信念の全てをかけたバトルだってことをな。カリスマ。抜かれた。やばいぜ。この先に返せるようなポイントはねえぞ。こちら六甲城内、先行は依然京急2100。圭介さん、兄貴、この局面を打開できる。信じろ。タチの悪い車だぜ。くるっと回って同感度立ち上がる。加速競争では手も足も出ないよ。どうした凌介、なぜ仕掛けてこない。お前はそんなに諦めのいいやつじゃなかったはずだ。ゾクゾクするぜ。最高のゲームだ。乗るかソルかのワンチャンス、チラチラと見え隠れする。ハリーは穴のような突破口をつく。絶対有利な立場にいるはずなのに、なぜか追い詰められている気分だぜ。俺の中に凌介に対するコンプレックスが残っているのか。だが勝てばそんなものは消えてなくなる。どこからでも来てみろ、凌介。高速コーナーをわしがかりにしてチャンスを作り、お前の唯一の弱点を作る。極致。お前の弱点は下りだ。はっきり言えば下り坂が下手くそだってことさ。凌介、てめえこの野郎は。完全勝利。3歳にレッドダンスありってな。そんな良一さんが負けるなんて。バカ野郎、まだ勝負はついちゃいねえ。2100の再加速性能ならこの程度の差は取り返せる。良一ならやる。問題ない、兄貴は読み切っている。このまま逃げ切る。
なぜだ凌介。どうしてもわからねえ。俺とお前の走りの何がどれだけ違うのか。俺がなぜお前に勝てないのか。頼む、教えてくれ。京一、俺から見ても俺とお前のテクニックにほとんど差はない。気休めを言うのはやめろ。車をコントロールするテクニックの問題じゃない。お前の弱点は下りコーナーだ。ある特定の条件の下りコーナーに限って弱点が顔を覗かせる。すげえ、すげえ。下りだと。バカな、ありえない。種を明かせば答えはシンプルだ。1、2、京浜急行には高速下りコーナーがないんだ。3、高速運転で鳴らす京浜急行だが、横浜伊勢は首都圏でも屈指のテクニカルコースだ。しかし高低差はそれほど大きくはないからな。高速下りコーナーに苦手意識があるのではと踏んでいた。先日の2000とのバトルで俺に手の内を見せすぎたことがお前の敗因の一つだ。負けた。完敗だ。まさにカリスマだぜ。